今回はね、いくこさんが YouTube の意外な使い方というタイトルで動画を出されていたんですけども、これはどういうことかというと、いくこさんがよく行くね、ヘアサロン、美容院があるんですけども、そこの方でですね、いつもカットしてくださるデザイナーさんっていうんですかね、スタイリストさんがいくこさんの、YouTube を見ていて、でいくこさんに似合ったカットをね、いつも考えてくださったそうなんですよね。いや、これすごくいいエピソードだなと思いますよね。いくこさんも私 YouTube やってるんですっていうのもねありますし、お店の方も YouTube をやってると思いますし、まさにねリアルもネットも YouTube ですごくねつながっていくんですよね。でここで私たちは映像の本当にインパクトっていうのをね、改めて確認することができるんですよね。例えばですね、ちょっとあんまりいい例ではないかもしれませんけども、そうですね、いい例でいきましょうか。美味しそうなケーキを食べましたっていうふうに誰かから聞いたら、もしくは文章で読んだらどういうふうに感じますかね。ああ、よかったねって思うでじゃないですか。でも映像で美味しそうなケーキをこう食べてるところを目の前で見せられたら、うわ、食べたいなと思っちゃいますよね。そのぐらいインパクトが違うんですよ。これね、N 国党の立花隆さんも同じような例を言ってたんですけども、皆さんのお父さんとお母さんが、ちょっと悪い例っていうかね、ちょっと恥ずかしいですけど、お父さんお母さんがセックスしてましたよって言ったら、わびっくりするなって感じですけども、映像で見せられたらどうですかっていう例えをされてたんですよ。これは本当にすごくえげつないなと、映像の力のね、本当はえげつなさをとここで感じると思いますけども、ちょっとね、いくこさんの話から離れちゃったんですけども、いくこさんのエピソードが何を言ってるかっていうと、やっぱりね、YouTube で見られるってことはものすごくね、リアルに近いかリアル以上なんですよね。本当にリアル以上なんですよ。人と人が出会った時って、そこそこね感動したりするんですけども、 YouTube でずっと見てた人が、あ、向こうから来たって言ったらすごくびっくりすると思うんですよ。すごく感動すると思うんですよ。まさにこういう風なタレント効果を生むのが映像であり音声なんですよね。ですので私は YouTube の影響力ってのは、多分人類史上本当これ類を見ないぐらいのテクノロジーだと思うんですよ。でこれからもね、いくこさん、いろんな方がいくこさんのことを見てね、いろんな思いを持ってると思いますし、もちろん好意的な思いが多いと思うんですけども、私もね、いくこさんに対するイメージはすごく出来上がっちゃったようなものがありますけども、これはね、 YouTube に出てくださるからこそこういうイメージ持てるんですよ。で YouTube に出てらっしゃらない方っていうのは、イメージのつきようがないんで、やっぱりね、印象が薄くなっちゃうんですよね。でリアルで会うまで分からないことになっちゃったりとか、リアルで会ってもやっぱ忘れられたりするんですよ。でも YouTube で出てると、もうお顔とね、仕草と声とか、それから話す内容っていうのはずっと印象に残りますよね。だから再会した時、会った時でも本当に初めてみたいな気がしないんですよね。そういう感情を巻き起こしてくれるのが YouTube ですんで、皆さんもぜひね、 YouTube ってものの影響力を使って、どんどんね、ご自身のビジネス活動とか資産活動をね、成功させていただきたいと思うんですよ。私僭越ながらそのいい例だと思うんですよ。 YouTube を使ってものすごく大きな資産を作りましたしね、これからも多分そういう活動が YouTube を軸に行われていくと思うんですよ。そして今回私がどうしても訴えかけたいのは、私はおかげさまでチャンネル登録者数の人数が1万人になってきました。今は9500人ぐらいですね。もう1万人が近いわけなんですけども、このね、1万人近い YouTube のチャンネルを皆さんのために開放してるわけなんですよ。ですから YouTube で動画を作った方の中で、私の方にね、動画作りましたって送ってくださったら、これは確実に私の YouTube チャンネルで放送します。ですのでチャンネル登録者数の方が増えたりとか、再生数が上がったりする効果は高いです。逆にですね、ご自身の YouTube チャンネルだけで人数を増やそうと思ったらちょっと大変じゃないですか。だったら1万人ぐらいのフォロワーさんがいるね、そういう風なチャンネルで紹介してもらった方が効果、可能性高いと思うんですよ。ぜひそういう風にしていただきたいですし、私の場合は毎朝更新情報を送ってますんで、その更新情報に乗るっていうのが1000人以上の速稼熟成さんのね、クリックにされる可能性が高いわけですよ。ぜひこれをね、活用していただきたいかなと思います。速稼塾に入っての最大のメリットっていうのは、多分ね、この1万人近いこのね、 YouTube チャンネルで紹介されるってことなんですよ。これね、広告料にしたら5万円から8万円ぐらいかかることを、私は無料で毎日のようにやってるってことなんですよ。ぜひここでね、チャンスをつかんでいただきたいのと、あと肝心なことは、せっかく私が紹介してもクリックされないような動画とかタイトルだとなかなかクリックされないんで、そこはね、ご自身の力で、チャンスをものにしていただきたいと思うんですよ。チャンネル登録者数1万人というチャンスに対して、ご自身の、努力がね、合致すれば、こんなにね、素晴らしいことはなくって、
チャンネル登録者数1000人なんて本当すぐ行きますよ。1万人の人に紹介してもらって、それを別に毎日やってもいいわけですから、ね、私毎日でもやりますからね。動画をメールで送っていただいたら、その方の動画は必ず紹介します。で、あと私が気になった動画は勝手にこっちでピックアップして紹介しますみたいなことが起きてきます。ちょっと長くなりましたけどもね、いくこさんの動画、私の動画説明欄にありますので、ちょっとクリックしてみてください。それでは。